はい、皆さんこんにちは。龍ケ崎の光道館の早坂です。本日は少林派に伝わった三節棍のうち虎尾三節棍の解説をします。同じように首里節の構えになります。上段に持ってって下に行きます。受ける場合にはこのように交差して受けてそのまま押さえながら突きます。はい、はい、左、はい、はい、右、こう入ったらこのまま万歳、こうなり、うん、このまま入る。で、相手を引っ掛けて投げてくれ